何話すんですか。なんかのプライベートなことを聞いていくんですけど。あ、わかりました。はい。もうリラックスで。大阪支部4号1丁の上条義嗣です。よろしくお願いします。はい、何回か見たことあります。はい、西山さん出てて笑ったような気がします。はい、あ、見たりします。いや、結構暴走関係のも上がってきたりしますよ。なんかこんな事象があったとか、あの面白い動画とか、そんなの見たりします。はい、あ、趣味も、はい、見たりはします。いや、でも今特にこれといったことはないですね。でも子供がちょっと空手やりだして、ちょっと空手に最近ハマってます。自分はする方じゃないんですけど、はい、まあ実践も子供がしてるんで、それで子供をどうやって強くさせるか考えてます。はい、なんか難しいのを見たら、体の動きはなんか脳の信号で結局できるかできないからしいんで、反復練習やっていうことに行き着いて今練習させてます。結局やっぱ練習だ。はい、じゃないかなと思ってるんですけど。はい、一応サンドバッグ、あのそれ持ってやってます。はい、まだ幼稚園なんで。お子さんが大きくなってくるとまた大変です。いや、もうそうなると僕はもう見てるだけです。無理です。はい、僕がですか。あ、でもなんか結構言われるかもわかんないです。はい、いろんな人に。兄弟で似てるとは言われないんですけど、僕はお父さんに似てきたってよく、なんか最近ちらほら30超えて言われるような気がします。はい、いやー、そんなことはないと思うんですけど、あんま似たくないんですけどね。もうしゃあないんで、遺伝なんで。はい、いやー、今でこそ話しますけど、やっぱ現役バリバリの時は結構怖かったですよ。昭和って感じでした。はい、小学校の時はほぼ見てないに近い感じです。たまにおるおっちゃんぐらいな感じです、家に帰ってくる。はい。中身はね、多分違うと思うんですけどね。でもお父さんも、もう孫できてからはやっぱりおじいちゃんになって、だいぶこう丸くなったというか、もう今はただのおじいちゃんに近づいていってますね、一歩一歩と。はい、そうですね、まだ元気です。はい、まあ意識しないって言ったら嘘になるんで、してますね。はい、けどまあ自分はまあ焦らずに、まあ一歩一歩ね、上目指していけたらいいかなと思ってます。まあとりあえずいっぱい勝てるレーサーになりたいですね。はい。そうですね、今日勝負掛けになってます。もう至って普通なんで、何か特徴出せればと思ってやったんですけど、2日目にちょっとそれで失敗して、と思って、今日ちょっと時間あるんで、ちょっと整備して試運転しながら特徴出せればいいかなと思ってます。はい、最後まで精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ないです。いや、なんかそんなポーズあるんかなと思ったんです、逆に。あ、わかりました。え、これ急に始めていいんですか。あ、わかりました。はい、勝ちがま。はい。